本日で最後です。めっちゃ出てるよ。うわ出てきたな。父親になるんだよ。来ました来ました。1ヶ月後にショーと付き合いました。幸せですか今は。そうですね。幸せそうですね。いろいろありますが、はいお疲れ様です。お疲れです疲れお疲れ様です。まあ返事ねえなお前。まだ今日までは社員だぞお前。今日までとかまだ別に3週まで社員は社員だからそうかそうかお前ハンコ打たんぞ俺はい、サムネにあるように本日で最後です。あちょっと待って、数字だけめくってね。まあちょうど今日が最終日でたまたまだな。でもな会議やろうかって言ったのかな。たまたまだよね。これ合わせたのだってここだけで話しとっただけじゃん。ミオの最後の日知らなずそうだよな。話してたまたま。だって本当はミオ君休みだったから。だけど翔が来るんだったら私も行こうって。そんなんじゃないです。私のダーリンが行くなら私も行こうくしゃんみたいな。そこまで仕事してるとかない。安井さんもみどりちゃんも休みだったから。安井さんとみどりちゃんが休みだったから。あちょっと手伝ってみたいな感じで撮影行くかもみたいな感じで。なんで今日最後なんですか。なんで最後なんですか。なんでなんですか。お前にも聞いとんだぞ。僕ですか。誰も父親だぞだって今日話してたよね。父親だぞ。じゃあ最後にお腹拝ましてよ。最後お腹拝ましてよ。めっちゃ出てるよ今も。パッとだったら分かるかな。めっちゃ出てるよ。うわ出てきたなお前。やば。もう2000近くあるからね。あちょっと待って、ちょっと下っき言って服つけて。でかっ 2000グラムぐらいあるから。あ子供が、あそうか。で7月7月だって今日5月の19、8、17であと7月50日後が予定日。あもう2ヶ月ないんだ。60日ないんだ。うわお前父親になるんだよ。何歳お前が父親って言って今日それ喋ったんだよな。今日マジその話なんだよ。翔が父親ってないわって言って。誰が想像できたんだよ。27なんだよでも。あ27なんだよ。27は年関係ない。お前の精神年齢がもうクソだから。お前の精神年齢がマジでクソだからね。年はねいてもおかしくない年なんですけど。だって27だろう。年的にはいてもおかしくない年齢だけど、もう彼の性格的にはそれ無理でしょ。俺も無理だったわ。27、9、8、9。地元でも言われますねそれ。お前が父親って一番仲いい友達にはなんでお前がお父さんになれるんだって言うからなれるのとかもうなるしかなくなったんだよな。だけどそう考えたらもう半分の1みたいなもんだもんなお前もな。だってね同級生の娘の旦那だもんな。なんかその深いよね。従業員であり連れの娘の旦那であり、そういうとこでも合うもんな。連れと飲んどる時にバーベキューみんなでやろうかとか。今年やりたいな。じゃあな出てこれんかお前。でも生まれる前は出てこれるの。前日とかまで。前日とかまでちょっと危ない。じゃ前日っていうかそのまあ1週間前とかでもそのあれだよな。生まれるみたいな感じで会社でなんかで病院行く人とかおるよな。そういう感じだよな。でもだけどなんかまあ一応なんか前後気をつけてねみたいな。いつ破水するかとかも分からんし、いつ陣痛が来るかも分からんみたいな。ああそういうことか。まあでもだって明日からもう安静で家におるってわけじゃないわけだろう、まあ別に。ただ会社として法律上なんか1ヶ月2ヶ月前からもう休んでいいよ、何ヶ月は休んでいいよと法律だで今休むわけだろ。で補助金が出るわけだろ。国からお金もらえるわけだろ。お前が金もらえるってマジムカつくわお前。でも1年半働いてうちで約1年半。1年半か。で1年以上働いたらもらえるんだ一応。なんかなと思う。だってスピードこんなもんね。スピードっすね。来ました来ました。1ヶ月後にショーと付き合いましたからの何ヶ月後に2年後に結婚しました。幸せですか今は。そうですね。幸せそうですね。いろいろありますが。あ幸せやっぱり幸せって感じする。ふと毎日さなんか幸せって感じるってすごくよくない。いやそんな毎日幸せって感じとるわけじゃない。ちょっとしたその翔がご飯食べとる姿を見て幸せとか、お腹があ痛いって思いながらあこんできるんだ私幸せだなとかって感じるのかどうなんだろうな。ドラマの次のどうなんだろうなと思って。そう今新婚なわけじゃん。お前どうなのそういうのあるのかさ。まだないですね。でもやっぱ子供は好きなんで僕も子供生まれたら幸せだなと思うんですけど、奥さんに対しては幸せ感じないんだ。何奥さんに対しては幸せを感じないんだ。奥さんに対しては幸せを感じないんだ。そんなの一切なんで俺すぐこうやって喧嘩させたがるんだろうな。怖いじゃないですか。公開されたお前でバーって出る家しとったやつ、これから公開される頃にはされてる。嘘つきお父さんだ。嘘つきなんであれママとったんだあれ。じゃなんか妙には行ったことないお店って言って、あ領収書からレシートもなんかあれだな。だけどあれ結局あれだろ、出会う前とかのレシートだろ。一切行ってないじゃないんだよ。領収書ケースみたいなの作れへんじゃんお前。あ作ります。なんかその財布にずっと出たらその金たまらんぞ。あんなもんずっと入れとったら財布の中でやっぱきれいにしとかないとお金たまらんだろ。お金に嫌われるよ、はい、俺の知り合い名義あるから幸せ感じない。あんまりっすね。でもご飯食べてる姿見て幸せとか別にないよね。でご飯出てきて卵、あ今日卵焼きかっていうか帰って奥さんがご飯作ってくれるって幸せだなとかさ。そんななんかさ、新婚っていう新婚じゃないから結婚したけどその前に同棲してるから結婚したっていうの別にそんなに。同棲と結婚にてどれぐらいなのだから。もうすぐ1年。会社入ってどんだけで同棲したの。何月に入ったの。12月。何月で同棲したの。半年。半年以上です。誰9ヶ月経って同棲ですね。はいえわ今更だよねもうな。はいえよ。何でもスピードだよね。だから今考えたら全部スピードだね。考えてもしょうがないしね。まあまあこんなもん考えたらうまくいかんでね。こんなやつ考えたらどう考えてもうまくいかんもうね。冷静に考えたらね。まあでもタイミングだから。いやいや逆にすごいなと思うもんねお前は。腹立つ腹立たんは別として相性がいいんだろうな。そのお前がムカつくわってまた縛られたとかなんかあると思うんだけどいろいろ。それは俺は知らんけどその男と女の事情だから分からんけど、まあ相性としては多分いいんだろうな。ちょっとお前なんか本当に女に対してクズや俺も人のこと言えんけどいやお前が結婚なんかできるって思うことじゃないから。いやなんかもうそう仕事人って結構そういうやつ多いじゃん。別にもう仕事なんだね。もう女なんか黙ってついてこいやみたいな、なんか知らんわお前が興味ねえわみたいな、なんか女したようなこと言っとんじゃねえよみたいなやつ結構多いじゃん。それ分からんよ俺をね。でお前を見てきた中でテラもそうだけどさ、まあ、そういうタイプじゃん。女なんかもどうでもいいで男がなんか飲んどるならもうちょっと行ってくるわみたいな。なのになんだかんだ言ってさまあまあやっとるもんな。俺も正直絶対すぐ分かると思ったもん。いやだってこいつも無理じゃん。だって本当ですよお前はあるだろうやっぱ自分のお腹だから、うん、準備とかしたのかよ。まあこれからか、うん、もうでもちょっとずつ。7月の6日6日。7月6日まあまあ夏のとこある。何月生まれ。何月生まれ。僕11月だから春夏。ああじゃあちょうど真ん中だでいいんだ。今まで1人目2人目3人目で作っていいよね。あ一番いいのはそうじゃない。でだって中途半端に会社戻ってくれるずっと勇気をもらったやつ多いじゃん。ショートも嫁もそうだろ。年がちょっとしんどいかっていうか嫌だもんね。でも考え方だったらしんどいけどその時期ガッて頑張ればもう早く早く遊べるから。まあね、うん、そうそうもう一瞬じゃん。一定1年2年のことじゃん辛抱って。それで幸せが倍増するわけだ一生。でもなんかちょっと思うのは1人目の子がかわいそうじゃない年がって。なんでそんなだって2人目がおるからさちょっとあんまかまったり2人目の子ばっかりに行っちゃうじゃん。いいね子供なんか最近なんか過保護すぎるから。そんなそこまで過保護にするつもりないけどなんか3分ぐらいお前何でもいいで返事しとるだけだからお前どうな適当正直合わせたみたいな。いやでも思うんですよ最近なんか過保護が多いっていうのは。それは思うけどちょっと思うよね。親もだけどさしすぎですね。親も優しすぎですね。まあいいやめようこの話は動画で最近叩かれたんで俺もあんまりこの話はちょっと後でこれ飲みながらやろう仕事はどうなんですか足場。まあ今日聞いたらちょっといい感じか。数字的にはちょっと復活してきてそうです、うん、まあ見えてきてまあ忙しいしないかな、はい、うんまあちょっと見えてきてるかな。まだ仕事は募集してんの。まああいうで今日ちょっと喋ったけど大きいのはどんどんっていうのはちょっと難しいかもしれないけど小回り利く仕事がいいかもしれないね。戸建てとかで、まあ戸建てとかってまあね段取りは大変だけどまあ確かにねそういうのが多いというよね。だけど本当にちっちゃな土地屋さんでも1軒2軒でもいいからまあ十何万ぐらいでねそんな高いこと言わんもんでもし声あったら入居道場直接問い合わせてくれたらまた調整してつなぐんで。あとまあ足場自体の買い取りも最近また来てないですけどぜひ買い取りもやってますんで来てください。お願いします。じゃあみよちゃん、はい、さよなら。さよなら。これでもうね、当分会うこともないけど、まあなんかそういう飲み会とかそういうのしか会うもんな。そうですね。うん、まあこれから明日から安いとか。つまんない。あいつ会話が分からんね。俺が言ってほしいこと言わんでな。なんか分かる。復活はいつなの？1年後ぐらいですかね。丸1年。結構でもうちの会社結構出産あるもんな。今も休んでる。育休産休してる子おるし、はい、もう一人ジムも今妊娠して、お前と同じぐらいの時期なんだろ。なんかいい気が流れるのかもしれないのに帰ろうしような。そのノリに緑ちゃんを乗らせようとしたけど無理だった。まず男使えないあいつ。足場あるのと付き合いやな誰かとな。誰もいないからね。もういないか。だって岡部しかいないか。松田さんだけど。松田君いいじゃん。だけど神奈川行っちゃうからって。もう一緒行けばいいんじゃない？一緒に自分にもうしょうがないよ。恋愛の方が優先でいいよ別に俺は。それは幸せだったらな。仕事なんかどうにもなるで。はいじゃあ、はい、せーのでいこうか。はい、せーのまた1年後ね。さよなら。バイバイ。